開催を前に先刻畑神社におきまして新町新町櫓の入魂の儀が挙行され滞りなく相済みましたことご列席の皆様にご報告申し上げます。でははじめに開会の辞を新町会広報部長岡義治より申し上げます。皆さんこんにちは、本日は公私ともにお忙しい中ここに列席いただきまして誠にありがとうございます。それでは今から、新町櫓新町記念式典を開催させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に新町自治会会長平岡克美よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。新町自治会長してます平岡と言います。よろしくお願いします。本日新町櫓入魂式にご参列いただきまして誠にありがとうございます。新町では新町の暮らしがあってから7年経つんですけども、やっと皆様のご努力によりまして新町するのができました。どうも皆さんにはありがとうと思っております。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございました。次に新町会会長高松勝利よりご挨拶申し上げます。本日は櫓新町ありがとうございます。ありがとうございます。新町櫓新町に関し新町の皆さん新町に関係する皆様方のご支援ご協力いただきましてありがとうございます。新町櫓新町会に一度感謝しております。新町櫓新町会会員全員が一丸となって7年間頑張って努力した結果、泉大津の有名な伊豆谷工務店、岸和田でも有名な前田工房の皆様方の最高の技術、匠の技で櫓が完成いたしました。皆さんありがとうございます。伊豆谷工務店社長、前田工房社長には重ねてございます。新しい櫓は新町の財産でもあり新町の文化の象徴だと思います。ここ2年間はコロナという疫病で祭りがありませんでしたが、今年はあると思います。その時は今の新しい櫓で心を引き畑神社平井稽古をしていただいて秋祭りを楽しんでいただきたいと思います。私の気持ちで皆さんに再度お礼申し上げます。新町の皆さん、新町に関係する皆様方、新町櫓新町会の皆さん、新町に協力していただいてありがとうございます。新町会会長として感謝いたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。次第にはございませんが、ここで新町会より新町自治会に目録の金呈を行いたいと存じます。平岡自治会長、高松会長、前へお願いいたします。令和4年5月8日
新町神社会から新町理事会に宝となりました。誠におめでとうございます。それではお写真を収めさせていただきます。ありがとうございました。次にご列席いただいておりますご来賓の皆様よりご祝辞を頂戴したいと存じます。西鳥取地区代表ボーデ組総括責任者根内修一様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました西鳥取地区の根内修一です。新町地区矢倉新町お祝いの会にご招待いただき誠にありがとうございます。たくさんの諸先輩方のおられる中、僭越ではございますが一言お祝いの言葉を述べさせていただきます。今日ここに新しく新町地区の矢倉が入魂され、立派な矢倉が堂々と鎮座されている姿を見て、出席されている新町地区の皆様方もさぞ感激されていることと存じます。誠におめでとうございます。こうした大きなプロジェクトが達成することができたのは、ひとえに地区を愛する皆様の賜物だと思います。伝統ある秋祭りをこれからも地区の皆様と引き続き一緒に盛り上げていきたいと思います。最後に新町地区の発展と皆様方のご健勝とご多幸をお祈りして、甚だ簡単ではございますが挨拶の言葉と返させていただきます。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。ご列席いただいておりますご来賓の皆様、お一人お一人にご祝辞を頂戴したいところではございますが、お時間の関係上誠に失礼かと存じますが、ご紹介のみとさせていただきます。なお拍手は皆様のご紹介後一斉に頂戴いたしますので、よろしくお願いいたします。それでは株式会社伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、新町の皆様方おめでとうございます。ありがとうございます。株式会社木彫り前田工房前田明彦様、おめでとうございます。先ほどご祝辞を頂戴いたしましたボーデ組総括責任者出口修一様、上組様、おめでとうございます。栄組様、おめでとうございます。ボーデ組様、おめでとうございます。安与井町様、おめでとうございます。旭町様、おめでとうございます。大西町様、おめでとうございます。尾崎宮本町様、おめでとうございます。黒田様、おめでとうございます。下井出様、おめでとうございます。石田宮本様、おめでとうございます。鳥取中様、次年田上文様、おめでとうございます。次年田東文様、おめでとうございます。次年田上東文様、おめでとうございます。泉鳥取様、おめでとうございます。山中谷様、おめでとうございます。貝掛様、おめでとうございます。
箱作り西沢、箱作り東沢、本日のご列席誠にありがとうございます。皆様どうか盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。次に新町矢倉制作にご尽力いただきました方に感謝状を贈呈したいと存じます。プレゼンターは新町会制作部長上村正史でございます。上村部長よろしくお願いいたします。はじめに株式会社伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、前へお願いいたします。感謝状、株式会社伊豆谷工務店伊豆谷博文の記念は新町矢倉新町にあたり、その卓越した技術を遺憾なく発揮し、矢倉にこだわる当町の意義を見事に完成されされました。入校式にあたり、その偉大なる功績をたたえ、本庄を送り、心より感謝の意を表します。令和4年5月期日、新町矢倉新町会会長、高松和俊、上村正史。ありがとうございました。次に、株式会社木彫り前田工房、前田明彦様、前へお願いいたします。感謝状、株式会社木彫り前田工房前田俊明の記念は新町矢倉新町にあたり、その卓越した技術と想像力を遺憾なく発揮し、後世に残る名草矢倉を完成されました。入校式にあたり、その偉大なる功績をたたえ、本庄を送り、心より感謝の意を表します。令和4年5月7日、新町矢倉町会会長、高松和俊、代表してもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは続いて、鏡開きを行いたいと存じます。スタッフの皆さん、ご準備をお願いいたします。鏡開きには平岡自治会長、高松新町会長、横田新町会副会長、辻新町会参与、伊豆谷工務店棟梁伊豆谷博文様、木彫り前田工房前田明彦様にお願いいたします。そして皆様にもぜひご唱和をお願いいたします。この後せーのよいしょよいしょよいしょと申しますので、皆様にはぜひよいしょよいしょよいしょとご唱和をお願いいたします。それでは参りましょう。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ありがとうございました。威勢よく鏡開きを行っていただきました。ありがとうございました。それでは乾杯に移りたいと存じます。スタッフの皆さん、ご準備をお願いいたします。スタッフが皆様に乾杯のお酒を配らせていただいております。皆様に
のご唱和をいただきたいと存じますので、大変恐れ入りますが、ご起立をいただきまして、ご唱和をお願いいたします。乾杯のご発声は、新潮会顧問、三本重弘より申し上げます。僭越ながら、乾杯の温度を。今日たくさんの方にお越しいただいておりますので、しばらくお待ちくださいませ。皆様ご唱和よろしくお願いいたします。ご準備 OK でしょうか。僭越ですが、乾杯の温度を取らせていただきます。5月8日、新町新町、入婚式、この、日より皆様の、千代に、八千代に ご繁栄を祈って、乾杯！乾杯！おめでとうございます。ありがとうございました。どうぞ皆様お座りくださいませ。皆様にもご賞をいただきまして、乾杯をさせていただきました。今のところまでありがとうございました。それではここで新潮会副会長横田隆司より御礼のご挨拶を申し上げます。入婚式、住宅を認める成功しました。本当にこれも全て皆さんのおかげと申します。これを思いまして本当にありがとうございました。こういうことをできたのもやっぱり本当に一人一人の皆の力であって、これも先ほど会長なり理事会会長が言われたように、新町もこういう発足したのが7年前ということで、初年から7年間いろんな人のお世話になり、フランスが皆さんのおかげでここまでできることができました。本当に本当にありがとうございます。もう感謝の一言、それすぎると思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後に新潮会財務部長北野雅人より閉会の辞を申し上げます。皆様こんにちは。新潮会財務部長を拝命しております北野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。閉会の辞に際しまして一言ご挨拶させていただきます。皆様のおかげさまで、なんとか記念新潮やぐらの記念式典を無事終えることができました。誠にありがとうございます。私事ではございますが、私の母、新町で生まれ育った母が亡くなったのが平成27年でございます。その27年に、新潮会が発足されました。以来7年間、お恥ずかしい話ですが、軍資金はゼロからのスタートでございました。非常に、皆さんにご苦労なりご無理を申し上げたこと、この場を お借りしまして、感謝とお詫びとありがたさを感じております。誠にありがとうございます。そして、石谷社長、前田社長、新町の日本一の櫓を作っていただきまして誠にありがとうございます。我々はこの新町の宝物を一生大切に使っていきたいと思います。本当にありがとうございます。それでは本日ご来賓の皆様並びに本当に新町会に最後までご支援をいただきました新町に関わっていただいた今日ご来場の皆様本当にありがとうございます。
皆さん本日ご出席の皆様のご健勝とご多幸を記念いたしまして、閉会の辞とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。本日は講師何かとお忙しいところ、新町やぐら新町記念式典にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。本来ならこの後荘園を予定しておりましたが、コロナ事情もございますので割愛をさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なおご来賓の皆様にはささやかではございますが記念品並びに祝膳をご用意いたしております。お帰りの際にはご自納くださいますようよろしくお願い申し上げます。そしてお時間に猶予がございます方にはこの後もどうかご自由にお繰り広げくださいませ。本日のご列席、新町自治会新町会保存会25人組青年団に代わり心から感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。皆様お帰りの際には十分にお気をつけくださいませ。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。お帰りの際にはご覧の方をお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございました。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 あり